これから野菜スタンプの遊び方を紹介します。野菜スタンプの狙いは、食材に触れる経験をする。色や形、野菜の名前に興味を持つ。様々な手の使い方を知るです。使う材料は、野菜、人参、チンゲン菜、ピーマン、小松菜です。それから好きな色の絵の具、空の容器、濡らしたタオル、水の入ったペットボトル、スタンプを押す紙、新聞紙です。準備するものはこれです。野菜の切れ端は紹介したもの以外でもできます。汚れてもいいように新聞紙を引いたり、濡れタオルを準備しておくと、汚れた時にすぐ拭くことができます。それでは実際にやっていきます。まず最初に空の容器に絵の具を入れます。その時、絵の具は500円玉ぐらいの大きさに入れます。お水は小さじ1杯分くらいを入れて混ぜてください。ぐる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 。その時、お水を入れる時にはペットボトルのキャップの開閉で指先でつまんだり、両方の手を使って開けたり、指先や手の使い方の練習になります。それでは実際にスタンプを押していきます。じゃあ最初はどのお野菜にしようかな。これ。これはピーマン。じゃあピーマンは何色にしようかな。これ。これは赤。赤にピーマンをぎゅっぎゅっぎゅー。よーし、じゃあピーマン押してみるよ。せーの、ぎゅーパッ。あー、ピーマンどんな形になったかな、見てみよう。わー、すごい、お花みたいな形だね。すごーい。もう一回押してみよっか、ピーマン。いくよー。せーの。ぎゅーっぱ。あ、またお花できたねー。じゃあ今度は、どのお野菜にしてみよっか。これ。これは、チンゲンサイ。じゃあチンゲンサイは何色にしようかなー。これ。これは、青。じゃあ、青に、
ぎゅっぎゅっぎゅっ。さあ、いくよー。せーの。ぎゅーっぱ。あー、どんな風になったかな、チンゲンサイは。あー、ちょっと大きいお花になったね。すごーい。じゃあもっと押してみよっか。どれがいいかな。スタンプを押すときは、わかりやすい言葉で、ぎゅっぎゅっ、ぺったん、ぱん、など、わかりやすい言葉で伝えてみてください。あ、人参もできたね。どれどれ、どんな風にできたかな？せーの、ぱー！わー、すごーい！いっぱいお花が咲きました。たくさんスタンプを押すことができたら、いっぱい褒めてあげてください。押し終わったスタンプは、少し乾かした後、お家の人が切ったり貼ったりすると、こんな風に、アジサイや、いろいろなお花に変身することもできます。ぜひ、お家でもやってみてくださいね。はい、これで、野菜スタンプは、おしまい。